皆さんこんにちは、さくらです。今回もすっぴんで失礼します。あのね、今撮りたいって思ったからすっぴんです。そのテンションで撮った方がいいかなと思ってすっぴんで失礼します。まずですね、前回の動画はご心配おかけして申し訳ございませんでした。前回の動画私、動画公開して2時間か3時間ぐらいで消しちゃったので、何のことかわからない方もいると思うので説明しますと、私が8月中にチャンネル登録者数が1万人行きたいと思って、すごい頑張ってたんですけど、現実的に厳しくて、それで病んでしまって、動画撮れないような状態になってしまって、その話を泣きながらしてたっていう動画です。その後に YouTube のコミュニティ欄だったりとか、インスタのストーリーでちょっとの間、動画をお休みしますっていうことを更新してたと思うんですけど、ちょっとの期間お休みしてました。先生のこれ8月22日なので2、3日休んだぐらいではあるんですけど、年の間お休みしておりまして、今日からね復活しようかなと思っております。今思えばね、なんで私はあの動画を出したんだって本当に不思議なぐらいおかしくなっちゃってましたね見てくださった方は分かると思うんですけど、本当にきしょいぐらい泣きじゃくってたじゃないですか。冷静に考えてあの動画出すべきではないって今だったら分かるんですけど、なんかその冷静な判断能力をも失うレベルで多分頭おかしくなっちゃってたんですよ、あの時。だからあんな動画を出しちゃったんですけど、誰か周りにストッパーがいてくれたらいいんやけどね。一人でやってるんでこんな風になっちゃったんですけど、すごい結果を出さなきゃ出さなきゃ焦りすぎてて、ちょっとそれで無理しすぎてたのかなって思ってます。最近ずっとほんと忙しくて、会社員の仕事だったりとか YouTube の撮影したり編集したりとかで、毎日3時間とか寝れて5時間とかぐらいしか全然寝れてなくて、プライベートな時間とかも全然なくて、息をつく暇もないぐらいずっと忙しかったんですよね。特にここ1ヶ月はずっとそんな感じだったので、ちょっとパンクしちゃったのかなっていう感じです。でもここ数日でしっかり寝たし、久しぶりに買い物にも行って洋服買ったりとか、好きなもの見たりとかのんびりできたので、だいぶ回復したし、基本的に私活動休止って意味ないと思ってる人なので、止まっててもね何も進まないので、再開しようかなと思ってるところでございます。そしてですよ、一番言わないかんことよ、みんなに。本当にね、たくさんの温かいコメントだったりとか DM とかいただいて本当にありがとうございます。私ってこんなに愛されてたんだって初めて実感しました。 YouTube やってると、ね、ずっとカメラに向かって喋ってるだけなんで、数字としてチャンネル登録者数、再生回数、あとはそのコメントを読んだりっていうことはしてるんですけど、ちゃんとみんなのことを実感できてなくて、私。みんなはさ、私の顔を見てるし、私の動画を見てくれてるからさ、こう、より身近に感じてくれとう部分ってあると思っちゃうけど、みんなの顔もわからんし、どんな人が見てくれとんのかもわからんし、みんなっていう存在を実感実感できることっていうのがないのよ、正直言うと。変に誤解を与えたりとか勘違いさせちゃったらなんか申し訳ないけど、これ多分 YouTuber の人だったら絶対分かってもらえるっちゃうけど、そうなんよ。でもなんかこうやってこうたくさんコメントいただけたりとか DM をたくさんいただいたりとか、もう一人で何通もくださる方とかもいて、自分が思ってる以上にみんなから愛されてたんだなっていうことが実感できて、すごく嬉しいです。ありがとうございます泣きそうこれこそ泣きそう。今後のことについてお話をすると、今後はね、私が本当にやりたいなとか撮りたいなって思う動画を撮っていこうと思ってます。なので今までと企画だったりとか動画の出し方が変わってくると思います。コメント欄に皆さん書いてくださったこと全部一通り目を通してるんですけど、みんなの中で美容系の YouTuber ってこうあるべきだよね、こうだよねっていうのってあると思うんですよね。まあそれはそれで別に間違いじゃないと思うし、それはそれでいいと思っちゃうけど、みんなの理想像に私がなってしまうと、それってもう私じゃなくなるし、これをやり続けようって演じ続けようって思い続けたら、多分私絶対潰れるんですよ。潰れてもう二度と戻ってこれなくなると思うんですよね。もちろんこうみんなからの意見を聞いたりだとか、世の中の流れとかをちゃんと見ながら、自分が変えないといけない部分、変わらないといけない部分っていうのはもちろん多々あると思ってるんですよね。ただこう自分の軸みたいなものはぶらしたくないなって思ってて、多分この話したことあってたかななかったかな、ちょっと記憶が定かじゃないっちゃけど、私お利口さんになりたくないんですよ。昔からね、よくお利口さんだねとかいい子だねっていう風に言われることってすごく多かったっちゃけど、その言葉がすごく嫌なのよ。そうやって言われるのがめっちゃ嫌で、なんでかって、だって私口悪いしさ、アホなこともやりたいし、変わり者だし、なんなら下ネタとかも言いたいし、もともとそういう人間なのよ。私は見た目で判断して、あ、いい子やなっていう風に思われてたとしても、後から
らさ、なんかアホな部分とかが見えてきたらさ、なんかこう、萎えるやん。後から、幻滅されても嫌だなって思うから、だから、あえて、できるだけこう自分の素を出して、動画を撮るようにっていうことを、ずっと初期の頃からやってきてるのよね。そこは、なんかこう、ぶらしたくないなっていうふうに思ってるんですよね。私、前々から決めてたことが一つあって、いちいち、もう言わんでもいいかなって思っとったけん、まあ、ずっと黙ってたことなんかあって一つ、こういう機会だから、あえて、ちゃんと話そうと思ってることがあるんですけど、私って、でずっとペパコスの前職レビューの動画を上げ続けてきてるじゃないですか。今後はもう上げないです。先日ディオールのサンクグルールの前職レビューの動画上げたじゃないですか。もうこれを最後にしようって思って私あの動画上げたんですよね。だからもうずっと前々から決めてました。なんでかっていうと、正直ね、割に合ってないんですよ。金銭的にもそうやし、労力的にもそうなんですけど、お金のことは私あえて言ってきてなかったけど、多分もう皆さんご想像の通り全然割に合ってないんですよね。労力的にっていう部分で言うと、スックとかさ、もう争奪戦すごいやん。買うのが大変やん。だってさ、当日買おうって思ったら、朝7時とかから並ばんと買えんとかやったりするやん。ルナソルとかもさ、その時によっては争奪戦ってすごくて、これもう昔からなんだけど、ホリデーは本当に毎年人気だから、今年も絶対人気だと思うから、もう本当に朝7時とかから並ばないと多分当日分って買えないんじゃないかなっていうぐらい、本当に争奪戦がすごいし、争奪戦に勝って買えたとするじゃないですか。撮影するのに、まあ大体3、4時間ぐらいかかるんですよね、毎回。編集するのに、私ちょっと編集するの遅いので、まあ、10時間以上。ものによっては15時間とか。まあそれくらいかかるんですよね。なんなら、こないだのディオールの前職レビュー動画、撮影と編集で私30時間かかっておりますので。そう、もう、そう、3日間かけて、撮影と編集バーってずっとやり続けて、しかも、いつもよりも編集するスピードめちゃくちゃ頑張ってあげて、もう30時間ぐらいかかってずっとやってたのよね。それが趣味ですって言う人だったらいいのかもしれんけど、もちろん化粧品が好きだからやってるっていう部分はあるけど、私ってやっぱ基本的に YouTube のことって仕事だと思ってやってる部分もあるから、その分の見返りがあれば、まだ頑張れたかもしれないけど、YouTube の規約上その収益の話がちょっとできないから、具体的なことは言えないんだけど、まあ、割に合ってないんですよ。見返りがほぼない。本当に正直に言うと。だから、もうこのままやり続けたら、多分私、化粧品のことが嫌いになっちゃいそうなんですよ。本当に。このまま行くと。そう。だから、正直、しんどいっていうのがあるんですよね。私が YouTube 始めた当初って、まあ、約3年前なんですけど、2020年の8月に始めたんですけど、その当時って、前職レビューやってる方ってほぼいなかったんですよね。でも、なんか私やり始めた後ぐらいから、まあ、良くも悪くも同じようなことをやる方っていうのが増えちゃって、で、再生回数が分散してるっていうのもあるし、でも自分の中での割に合ってないなっていう気持ちとかもあるし、それだったらそこで戦い続けるんじゃなくて、もうちょっとこう別のこと、同じ美容系っていうジャンルの中でも、もうちょっとこう別のことって、戦い方を変えていった方がいいんじゃないのかなって、方向転換をする時期に今ちょうど来てるんじゃないのかなって。思ってます。みんなは前職レビューの動画を求めてるのは分かってるんよ。分かってるし、やりたいんやけど、やれないっていうのが現実かな。求めてくださってる方がいることが頭では分かってるから、それができなくて悔しいのもあるし、申し訳ない気持ちもすごくあります。でも、YouTube って続けることに意味があるし、やり続けないと結果も出ない世界なので、自分が続けられる方法で自分が生き残っていくために必要なことだと思うので、その点はご理解いただけたらなと思います。でも多分みんなこういう動画が見たいんじゃないかなっていう、なんか目星は自分の中でついてて、これを今後はやっていきたいなっていう風に思ってます。あとは自分がやりたいことねをやっていきたいと思います。今回の件で自分の今後のことをちゃんと見直すいいきっかけになったなって思ってるので、なんか逆に一回メンタルぶっ壊れてよかったなって思ってます。元気ですのでご安心ください。はい、私はね、これからも私のこと好きって言ってくれて応援してくださってる方のために頑張っていきたいなって思ってますので、今後ともよろしくお願いします。明日はね、多分サブちゃんになると思うけど、動画を上げていきますのでお楽しみに。私が行きたかったところに行ってますので、ぜひ動画楽しみにしててください。それでは本日もご視聴どうもありがとうございました。またねー。